正規軍の支援がなければ負傷者がまともな治療を受けられない。それにアシラ様が暴走したら止められる人は一人もいないんだ。なあ、俺たちは一体何のために反抗しているんだ。基準した方が。そうだ殿。正規軍並みの支援と物資が欲しいのだろう。ならば帝釈天のように我々に基準するがよい。わざわざ殺されに来るとは。お前の部下を救いに来たんだ。ついでに真実を伝えるためにな。天人の民が魔に操られることを。情け深い十天守が見ぬふりなどできまい。10秒や。ここから出ていけ。アシュラ、お前が基準を拒んだ理由は10、私利私欲のためか、9、それとも皆のためか、8。ここで白状する勇気があるのか。あれ狂う鬼族の血が流れているお前は、5、鬼どもが使わした患者で、4、限界の裏切り者だ。本当だったな。どうりであんなに強くて、何が当人だ。1、あし、はあ、あいつは当人なんかじゃない、ただの裏切り者だ。大釈天そのもとに行こう。受け入れてくださるはずだ。その人ならきっと、あいつらの言う通りかもしれん。生まれた時から俺は闇の申し子だ。この世で暴虐の限りを尽くし、全てを焼き払う豪華になるべきだ。だったら俺は傲慢な貴族どもを皆殺しにして、不公平なこの世を焼き尽くしてやる。狂った奴め、孔明帝を殺めたとは。奴はすぐ神殿までたどり着くのだろう。今逃げないと間に合わんぞ。全宝天様、我々の存亡がかかっております。早くご決断を。今は一旦ここから離れ、改めて対策を講じるとしよう。アシュラなど恐れるに足りません。私にお任せください。必ずお望みの通りに解決いたします。俺の過去を見たのはお前だけだ。なぜあいつらに教えた。あなたに会いたがっている人がいる。
アシュラ。母さん！鬼だ！鬼族が襲ってきたぞ！早く逃げろ！アシュラ。私の足は鬼、神、そして人と違い、私たち天人は精神体を持つがゆえに、この世で最も強い存在だ。肉親が朽ちようと、心玉さえ残っていれば、私たちは何度でも蘇ることができる。まさしく、己の魂のために戦う唯一の種族だ。いずれ、また会おう。アシュラ。